今日は素晴らしい演奏をさせてありがとうございます。18歳の時に初舞台をその時私は東京で歌わせてもらってまして、ちょうど今年の正月で60周年なんです。ですから彼よりも10歳上なんですね。でその時に私たちが演奏家のために会場っていうか例会を作りまして、で 毎月コンサートをやって出演してまして、その総決算が1年に1回ぐらい、その時に初めて彼が今のグランドスローだったんです。ですから、もう55年ぐらい前のことですね。で、その当時はですね、昭和でいうと昭和38年ぐらいですか、まだそのギターっていうのが一般には演歌とかね、そういうものですが、要するに流しのギター、エレキギターもまだ知らなかった頃です。でその頃にクラシックギターって言ったって冗談音楽だと思うんです。クラシックでギターでクラシックやるとそれは冗談音楽かと、そういうふうにからかわれたことです。ですから私たちの世代の一つ前の人たちは第一、まあ、ギターの戦後第一世代ですね。その方たちはギター音楽研究所という看板を出し、で私もそのギター音楽研究所っていうのは何だろう、だから習いたくてもそこへ行けなかった。で楽器屋さんでもって習いになって、そこはギターってました。で私たちの時代になった時にその名前をやめようって、でそういうふうなよくまだそのギター音楽っていうものは皆さんに認められてなかった時代なんです。でその頃に、このグランソロを彼は18歳で見たんです。でその時のプログラムが発見されましたね。フェイスブックに載っております。で田辺さんの名前が間違えた初めが間違えて、で私もその時に後半出てきますね。その時の演奏っていうのが実に素晴らしかったんです。今の曲は相当指が早く動くところあるでしょ、あれをですね見事に弾いたんです。で私たちはその時の彼の名前の触れ込みがですね、ギター界で3番ガラス、ね、で1番が正午ジャケット、今でも友達ですね、親友。それから次は渡辺典子さん、この人は惜しみなくね早くお亡くなりになりました。それから田辺さん、そういう触れ込みだったから、まあ、すごい人が出てくれるなと思ったんですよ、思ったんですよ。すぐそしたらば、ダーッてやるんです。で何でもないとダンダンと、ね、止まっちゃうんですよ。何でもないと僕らがね、目つぶったって曲が止まっちゃうんですよ。それでもっとダーッてやるところになると、ものすごいうまさ、うわーこれはダメだ、とつもじゃない、真似できないっていうのが、私たちにこう希望を失わせるような演奏をしておいて、なんだあんなところで間違えたのっていう、そういう非常に困った演奏をしてくれたんですね。それで後で、仲間のね一番仲良くされているこの先生の、この方の先生の高木さんと、あの人うまいんか下手かどっちだろうそれで私はもちろん、これは未完の大器だ、未完の大器だから必ず将来大物になるって褒めたっていうふうにフェイスブック書きました。高木先生、まさか聞いてないでしょうね、読んだりしないでしょうね、多分出てきて嘘つけ、お前が一番懸念したろって言われそうです。そういうことでね、とにかくやっぱりその大器っていうのは、その変人って言いましたけど、本当に若い時からみんなのできないことができたんですね。でそれが数年経って本当にサンバガラスどころか日本を代表するギタリストになったんです。でこれはやはり本人の、その努力でしょうしね、本当に嬉しいことだと思って、今日は久しぶりに東京からやってます。で私は60周年ですけどまだ現役です。東京じゃもう送ってきませんからね、地方のお隣の筑波のね、筑波とか土浦とか、それから牛久の方でギターのクラブをしてくれます。でその都度発表会の時に時々私出演しますので、まだ聞けます。ただ今のように40分もワンスリーなんかできないですね。やはり80歳過ぎますと長丁場できないです。でもまだ人の前で弾けるってことを嬉しいことだと思ってね、彼らの今日の演奏を聞いて、また家へ帰って練習しようと思う気になりましたね。ありがとう。
素晴らしい方で、新馬先生の、まあ、今もう亡くなっているお父さんがお給の名人で、いろんな本出されてます。それで新馬先生も門前の小僧でね、全部できるんですね。で僕もちょっとなんていうんですか、突発性難聴を患って、最後の仕上げは新馬先生にお給をしてもらって直したんですよね。そういうことで、それから新馬先生はそのお給の講習会でスペインにねちょっと行かれてるんですよね。でお給の講習会の後ギターの演奏したりですね、聞かせてくれなかったら行かないってことか。そういうことで大活躍してます。ギターも上手だし、英語もね、いろんな文章書くの得意だし、絵も得意で、もう本当にもうかなわないですね。そういうことで、それと新馬先生の息子さんが毎日のようにね、昼帯かなんかでテレビに出てコメンテーターをしてます、立川志らくさん、落語家なんですが、もう引っ張りだこで、うちにいつ帰るんだろうというぐらい活躍しています。よろしくお願いします。